全盛版タイガーファンディング夢に踏み出せ。ちなみになんですけど、はい、まあ今のまあ学費はないっていう話だと、はい、自分でどうにかしないといけないっていう話で、はい、じゃあそのアンジャッシュの渡部さんが原因で、はい、あの辞められたあの神奈川大学の学費も自分で出されたんですか。はい、いや、神奈川大学の学費は実はえっとおかあのお母さんも、はい、あ、すみません、<laughs> 母も出せてなくて、うん、出しなあの。 当時担当してた保護士の方に一時的に初期費用だけは出させてもらって保護士の方ってそんなことまでされるの頼んだんですけどね結構いい人でなんまに借金というアダートを返すっていう形ではあったんですけど出してくれてそれでちゃんと返せたんそれお母さんが今返済中母が返済中ですはいき捕まえたどんな感じった捕まった時ですかあ もう終わったなっていう。え、それでって大体なんかさ、まあちょっと謝ったら警察呼ばんよみたいな。はい、でも何回かあったんで、<え>それでもうついに。<う><の>同じとこで何回も捕まった同じとこけ、点でいろんなところでやちゃんと戦略的に行ったちゃんと。あ、そうです。同じとこやってると、絶対。<laughs> 戦略的なんで切る。<laughs> そんなとこ戦略的にやるいい。もう食うためにはもうそうするしかない状況もあるもんね。ちょっとあの時の僕はちょっと、うん、すみません、あの、本当ダメでしたね。はい。 ちゃんとね店員さんに謝らんといけないねはい、はい、ちなみにその弁護士になって犯罪に手を出す未成年者を救いたいっていうことじゃないですか、はい、それっていうのはおそらく田中さんが自分が子供の時に、はい、そうやって窃盗してしまった子たちを助けたいっていう認識であってますかあそうです本当あのそうですねあのその通りですじゃあどういうふうに有沙宿代表無田さ沙 大大阪大学卒業翌日山口県下松町拠点に学習塾を開業続く2021年最年少の学びエイド鉄人講師アリサ先生として活躍の場を広げる3年 B 組金髪先生天真爛漫の笑顔で受験生を新しい未来へと導くどういうふうに接したらその子たちはあの構成すると思いますかそそうですねやっぱそのその,この,この,その なんか存在を認めてあげるというか、あ,あ、やっぱ認めて欲しかったっていうのが。あ、そうですね。あ,あ、それは何かあったんですか。まあ、僕自身も少年院に入ってたんで、なんかその周りの人はみ見てるんですよ。結構でも、まあの、まあ、でも結構みんないい,いいこというか。その根はいいというか、不、うん、愛想なやつとかも、まあ、いたんですけど。<ー>僕、僕自社、僕自身実際、本当少年院に入ったら、あ、多分いじめられるだろうなと思ってたんですよ。あ,<ー>あ、僕<あ>、<は>入ね、僕みたいな別に。 まあ陰キャじゃないですけど、まあ、いやそうだからそういうやつらが多いところなんかなと思ってて絶対いじ,あいじめられるなと思って、うん、入ったんですけどそんなこともなくて<ー>普通に結構まあ少年にこに別に仲良く話せる場所とかそんなんではないんですけど、まあ、でも普通になんか思ってたよりいい人が多いなって思って。 それで成人年齢と,とか最近引き下げられたじゃないですか<ー>、はい、そ,そういうのもあってやっぱより何て言うかそのその,このためになってあげたいというかその、まあ、成人年齢が引き下げられたってことはつまり少年法の少年法の,年法の取り締まりも厳しくなったっていう、うん、かあの捉えもできるんですよだから次はちょっと助ける側にちょっとなりたいなっていうなりました。 それは弁護士じゃないと東大式オンライン個別指導塾スタディーコーチ代表伊沢光太郎学習効率の最適化を導き出す個別指導スタディーコーチを運営現役東大生のノウハウをいつでもどこにいても誰でも活用できる学習メソッドを構築する300名超えの東大生コーチを牽引する学びのコンダクターが全国の受験生を第一志望校合格へと導くそれは弁護士じゃないとできないああまあさっきもあれですけどまあやっぱ稼ぎっていうのもやっぱ しい多分弁護士ですごい稼げるのって企業のホームに入ったりとかの仕事だと思う、はい、ちょっと弁護士ああすごい詳しいわけじゃないんですけどす、はい、あ階級弁護士でも階級っていうのがあるんですかなんかその企業ホームとして、はい、そこの例えば上場企業のリーガル系やりますとか、はいはい、そういう仕事だったらまあ五大弁護士であると思うんですけど、はい、その辺だったらすごい稼げると思うんですよね。はいはい、でここののの弁弁護護士士再販を防止すするる寄りり添える弁護士になりますっていうのは 多分田中さんが求めてる稼げる弁護士になるのかどうかは怪しいかなって思うんですよ、はい、だって稼げないからね小林先生もなんか塾講師のんかになっちゃったわけであ、はいうん、まあ僕は勉強がだめだったんです、はい、<laughs> けど稼げる人と稼げない人はピンキリですよね,本当にねいやピンキリですよ、うん、だ別にそのなんかいわゆるこう大手の障害事務所に入らなければ稼げないということではないですし普通に独立して、ね、やってらっしゃる先生もい,、ま、いらっしゃいますしあ<ー>まあでも。 少なくともその一般的に言ったら、その社会的に、まあそれなりにもらえる方ではありますからね。そうですね。少なくとも、お腹減ってね、またスーパー行かなきゃいけないことにならないと思いますよ。まあ、そうですね。あの、本当、そんな感じのでいいんで、本当。そうですね。別になんか、何億とか、そういう話は。そう、そう、そうですね。めっちゃ金持ち。飯が食えるって。いや、いや、そう、いや、そうだと思います。よ正直、まあ、今、生活も、それでも全然、そんなもらってる方でもないで、やっぱ。家も、家賃も最低限の安さなんで。 なんでまあちょっとずずっとこのままではやっぱちょっと嫌だなっていうのはあるんですよ。だからまあやっぱそれなりにまあ稼げてなおかつまあ助けられる立場にもうなれる弁護士っていうのがやっぱり一番いいんじゃないかっていう。いくら稼ぎたいんですか。まあ月五十万。なるほど。いい。 それぐらいなら別に足のついた発言なんですよいや本当そうです平野さんなんか喋らないと爪痕の。なるそうですね喋らせてもらいますすませ緊張してんの上々してないですよ緊張してんのめちゃめちゃ緊張してます緊張と上場が分からないやばいっすよ例えば教育百貨店代表平野夏樹大手学習塾入社教室長を務め営業成績は周囲を走る業界にはびこる違和感を覚える日々塾講師たちの困りごとを解決する試行錯誤の末気づけばユーチューバーに 先生を世界人気の職業にしたいブラック環境の脱却を図る教育業界の救世主例えば慶応の方に入ってロースクールを卒業して、えっとまあ、どっかの弁護士事務所に就職するとか、まあ、どっかの大手企業の法務部に就職しますの時なこのに過去少年院にいたっていうことがギャップになるような気がするんですがその点はどうでしょう、うん ギャップというか、そのデメリットになる。そうですね。はい。あ,<ー> <laughs> あの、志願者から指摘されるのやめてもらっていいですか <laughs> 全員今ギャップって言って、<laughs> <ょ>はって思ったんですけどね。<laughs> あの、えっ、ー、と、よさそ,そ,そうな感じなのに、あ<ー>あ、少年院ってるのか、さんみたいな。<laughs> そういう、その、その、人事やってる人事の担当者と、ああ、でも、職務経歴書とか、人、はい、あの、経歴書とか見ると、ああ、少年院入ってるんだ。じゃあ、 ダメみたいななことにいやそれは僕もっていうかど,どうなんですかねそういうのやっぱそういうのってダメなんですかね僕はあの大手の学習塾で人事部やってたんですけど全、はい、科あるいはもう全部弾いてましたよでもそれで言うと多分田中君があまり詳しくないに答えますけどいわゆるその,大手の障害事務所はやっぱり厳しいです、はい、要はクライアントも要は一流企業になりますからそういう人を派遣しにくいっていうのはあるんですけどでもそれこそいろんな あのドキュメンタリー番組でももともと犯罪を犯してしまって弁護士になるで活躍されている方もいらっしゃいますし、そういう方がやってらっしゃる事務所とかもあるので、あのその月五十万円っていう本当非常にこうなんていうんですか、ね、穏やかな金額でゆくゆくやっていきたいっていうことであれば、<laughs> 全然そのうん大丈夫だと思いますね。じゃあそうそういうところに、<laughs> そういうところがもう自分でやるしかないよこんなのそう、うん。それも全然いいと思います、はい。そういうハードルをさあ、うん、あえてなんか。 感じる必要ないじゃん自分でやれば何の文句もないんだよ間違いないですぶっちゃけもう YouTuber になるのが一番いいと思う本当にでもほん若い子たちにねもの伝えたいわけだから稼げるるようにな先にそっちやってからあからそのはくつけても全然 OK ぐらいだと思うよ YouTube で YouTube やるお金もたまるそう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 収益も稼げるし一石二鳥感はあるちなみに生活保護と YouTube 収益はどうなんですかね あ、多分それもちゃんと申請しないとダメです。<あ>ただ、<ー>まあ、はい、し、あの、ただ別にユーチューバーや、やっちゃダメみたいな、そんなルールはないと思います。生活保護ユーチューバーっていますもんね、はいはい。はい、普通に。まあなんか、まあ、収益一旦止めといて、で、申請できた時に。収益化すればいいと思います。<ー>な,るなるほど、なるほど、ユーチューブ貯金。はい、ちなみに、ちょっと投資の部分に戻るんですけども。はい、まあ、この状態のままだと、まあ、私たち、何か、まあ。 いいことないのかなみたいなのがあるんですけど、<ー>今はまあこう話されてて、はい、もし本当に田中さんがそのこう応援してもらうためには、はい、こ,ここをちょっと変えないといけないと思うんですけど、<ー>なんか思いつきましたか？逆に何がいいですかね本当に。<laughs> いやもう,いやもうみ皆さん、<laughs> 面白いな。皆さんが、え皆さんが経営している塾に入ればあの講師として行けばいいですか？全員。<laughs> ちなみに細井先生はどうですかいやいやいやなんか彼は <laughs> <医学部笑>今までのもちろんねあのこの子からはリターンが欲しいなって思った子もたくさんいるんですけどなんか彼はあんまりリターンがいらないタイプだと思うんですよ。何でかっていうと楽ししませてくれるし、ね、<laughs> あの彼がこの場を盛り上げてるし <laughs> <ん>僕らもなんか彼の発言にワクワクするというかなんかこいつやってくれんちゃうかなっていう。 だから僕らってその物的リターンだけじゃなくてその僕らのまあなんていうんですか毎日の,あの,その興奮だったりとかエキサイトを埋める志願者であればお金が戻ってくる必要ないですよあなたが YouTube とかでその例えば未成年からの質問に答えて「お前こうやってやったらええや」みたいな「こうやったら捕ままなくて済むで」みたいなの言ってるだけでも頑張ってんんじゃんみたいなだけででも俺は嬉しいですね、はい、だからそう僕はそ,のそんなに物的リターンはあんまり求めないですね彼には。はい 僕もそうですね話聞いて面白いと思ったんですけど、まあ、気持ちですよね実際だからその例えばうちの塾で働くかどうかとかは、まあ、ぶっちゃけ分からないですけど、うん、働きますっていうご気持ちそれがまあ見たかったっていうのがさっきの僕の質問なので,、はい、あで別に言わなくていいですよ働きますって言うと言うと思ったんであれですけど一般入試で G マーチ以上 受かったら行きますか。あ、インターンインターンインターン。インターンですね。ユーチューブのインターン。ああ、ユーチューブのインターン。はい。もう講師はうち社会人。その,の服装だけでおもろいんで。それで慶応の語り方とか言って。確かに。はい、これからその法学部出て弁護士になるってことで、例えば僕がその今後授業とかで困った時にその法律の知識を生かしてちょっとこう手助けしてくれるみたいなことがあれば出したいなと思うんですけど、はい、どうですか。やります。じゃあ十。お願いします。 はい、皆さんから10万円出ましたが動く終盤戦受験生の言葉に虎たちの心が揺れ動くいざ迎えるラストステイトメント「オール・オア・ナッシング」の行方は田中さんそろそろ時間も来ましたので、はい、最後にもう一声お願いしますはいラストステイトメントですはいえっとそうですねまあなんていうかこうやって えと皆さんの話していただいて本当,な思ったおも本当僕が思った以上にすごいよく接してくれたというかあのすごい,あのい僕にとっていい時間でしたはいあのまあちょっと受験っていうのはやっぱちょっと僕的にもあのちょっとしたいとは思ってるんであのちょっと本当本腰入れてるとちょっとこれから頑張っていきたいと思いますんであのえっとまあよ,よ,よろしくお願いいたします。はい、はい では、これより最終決断に入ってまいります。では、細井さん。はい。僕はちゃんと自分の担当分二十万出そうかなと思います。はい。はい。いや、もう、キャラはもういいですしね。はい、なかなか、あのー、本当、今後の志願者さん、見習ってほしいなと思いますね。はい、やっぱり、その変な取り繕いなく、ちゃんと自分の弱点とか、そういうものはさらけ出して。あのー、僕ら大人っていうのは、そういうのを理解したいって気持ちでいっぱいですから。はい。素晴らしい。今日はね、キャラ。 っていうか、多分全然今後一人でやっていけると思いますけど、出します。ありがとうございます。はい、小林さん。はい、じゃあ、僕もプラス十万円で二十万円でお願いします。ありがとうございます。はい。まあ、本当にもうちょこちょこ言ってましたけど、キャラはめちゃくちゃ好きです。あはい。ただ、まあ、もうちょっと勉強がね、どうとかう作戦を考えないといけないんで。はい。まあ、ちょっと、まあ20、二十パーセントぐらい出させていただくっていう形で、ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。はい。有澤先生。えっと、すっごい楽しかったんですけど、ちょっと申し訳ないんですけど。 ナッシングでささせてください、はい、で理由があってあのすごく私の知り合いがあの弁護士になるために勉強を頑張っているのを知っているので,、はい、でちょっとこうそういう話は一生懸命やるとか、まあ、そ,のそれが弁護士じゃなくて YouTuber とかどういう形でもいいと思うんですけどもその一生懸命やるっていうところがちょっと見えなかったから。 もう本当ちょっと温度下がって申し訳ないんですけれども、はい、頑張ってください、はいはいねね、大丈夫です、ありがとうございます。はい、じゃあ、平野さん、そうですね、僕は先ほど、あのー、リターンをいただきましたので、はい、こちらの10万円で、ありがとうございます。彼の希望金額92万円に対して、現在、50万まで積み上がってますね。で、は、で、い、ではご枠伊豆さんんいいかかがでしょうか、はい、すすませんナッシングです、はい めちゃくちゃキャラ良かったし、話してて楽しかったんですよ。はい、今回僕はこの受験生版タイガーファンディングは受験を頑張る人を応援するためにお金を持ってきてて、そのための支援に使いたいなと思っていて、はい、多分受験はしなくてもいいんじゃないのかなっていうのは僕思ったんですよね、今回。それよりも個人のキャラを活かして、何をもう一回やりたいのかをまず見つめ直した上で、 やって人生生きていった方がいいかなと思うんで、はい、友達にはなりたいです<ー>ただすいません、はい、お金は出せないです,いす申し訳ないですい全然大丈夫ですはい、はい、ということでえー、としたね、はいえー、しかしながら残念ながら、えー、希望金額まで達しませんでしたので今回はなすす予ですはいお疲れ様でしたお疲れ様でしたありがとうございますっと,、ね、えと彼条件付きなんで。 僕出していいですかどどううぞぞオールになってほしかったいやいくと思ったんですけどねそうですねいやいや6人目で条件なしです別にもう条件ついてるんで合格したらであとは出した3人がこれ乗っってくれるかどうかだけです細井さんもちろんですこれオールになれば終えることになりますはいはいぜひ小林さんもちろんですもちろんです皆さん大丈夫ですかじゃあ僕残り42万円はいということで もともとね、僕が条件つけたんではなくて、彼が受かったらって話なんで、これあの、追っかけまっせ。でも、でも、でも、その方がいいと思うんですね。プレッシャーになるんだチャンネル作った方がいいよ、チャンネル作った方が。そう。何もしてないから、モチベーションも上がらない。君も、絶対自分のチャンネル作るべきだよ。で、どっかで、チャンネルで、追っかけまっせ。 その方が君のプレッシャーになるから。確かにそうですね。はい、そっちの方が本気になりますね。はい、はい。あの、今ね、受験生版対ーファンディングも、どん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 あの、志願者の方増えてるんだけど、まだ一人も実績が出てないんですよ。確かに。で、この来年の春に何人受かるかによって、これ誰も受からなかったら、これ何のために受験生版対ーファンディングやってんのって話にもなりかねない。その、一流の望みを。一流の望みを。一の望みだって、あの、他の大学も受けるんでしょ そうですね一応 G マーチとかも考えてますさらに再来年の春ですよね受けるのは来年の春も一応受けるけどっていうそれもひっくるめてちょっと追っかけるよ大丈夫わかりましたいいもっぺんよ追っかけるよわかりました大丈夫よっしゃってとこ取りたいですよねいやほと僕もなりたいですはいでは条件付きではいとりあえずおめでとうございますありがとうございます き今日はえとまだ受け取る形ではないので、はいはい、最後に感想をどうぞあいや。いや、本当にオールになるとは思ってなかったです、正直。あの本当、あんま期待してなかったんですけど、いや、でもいや、ちょっとこれから。 僕の中では結構いい目標が見つかったというかこれがちょっとずっと退屈だったんですよ何もしてなくてでもちょっと楽しいのが見つけられたんでちょっと面白くなりそうです人生が人生がいいじゃん僕これでいいと思うわすらしいねえいいよね頑張ろう頑張りますよかった慶応合格弁護士を目指す挑戦残念ながらナッシングと思われたその瞬間 6人目のトラ岩井が札束を動かし見事完全オール達成犯罪に手を染めてしまった未成年者を救うため受験生の挑戦が始まる新しい未来の行方は続報を待て受験生版タイガーファンディング志願者募集中夢に踏み出したい熱意のある方大募集詳しくは概要欄から